はい、ゲームには慎重に入るべしというところでしょうか。ここは読んでいました。ロングフィードで狙う、ボールつながります、マイナスクロス、来た、ヘディング、来た、先制、アヤックス、アヤックス先制1対0、クロスから頭で合わせ決まりました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。マグロン、シーズン5ゴール目となります。いいでしたよね。これはバセルノってシンプルに見えますけども非常に難しいんですよね。ここのポイントしかないですからね。非常に素晴らしいゴールになりましたよね。さあアヤックス勝利に向けて1本抜け出しました。アヤックスとして決まった、追加点、アヤックス、アヤックス突き放します。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。とにかく振り抜いたという感じでしたよね。そうですね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい。マグロン、今日2点目です。タイミングでした。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこう、ボールを奪っていくぞっていう勢いのあるようなスルーパスですよね。そうですね。さあ、ユベントス、この重要な試合でまず一歩をリードしています。裏へのスルーパス、決めたアヤックス。いやー、またすぐ追いつきましたね。今日は動きのある展開になってますよね。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そうですね、出しても受けてもバッチリでしたよね。タイミングがバッチリ合わないとこういったゴールって生まれないですからね。入ってもおかしくないような状態ですよね。なるほど。ルイス・グスタボ、ポスカル、裏のスペースを狙う、サイドからチャンスメイクしたいですね。シュート、いやー、先制、ブラジル、ブラジル先行します。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。いやー、もらい方が良かったですよね。相手キーパーの見える位置でボールをもらい、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたよね。まあ、全体的に相手のバックスも対応遅れましたからね。ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。抜ける、必死のクリアですね。ボールを上げる、ルーパスを出す、先ほどからワンツー効いてますね。どうだ、シュート、決まった、追加点、ブラジル、ブラジル、どこまで点差を広げるんでしょうか。素晴らしいワンツーからのゴールでしたね。ブラジル
そうですね、どうやって崩すかという状況でワンツーという選択肢、うん、2人の関係でね、見事な突破見せてくれましたよね。そうですね。マグロ今日2点目のゴールです。3分の2が経過しています。アゼットはここでファールがありました。マグロ一人で行くのか。ミドル、アヤックス追加点。アヤックスダメ押しゴールとなるのか。消極的に見えます。味方を走らせる、シュートゲット。アヤックス、アヤックス3点のリード。ダメ押しゴールになるのか。相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、もらい方が良かったですよね。相手キーパーの見える位置でボールをもらい、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたよね。まあ、全体的に相手のバックスも対応遅れましたからね。ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。今日2点目です。使うチャンスですよ。自分で行く、これはチャンスだ。さあどうだ、来た、ミドル決まった。先制アヤックス、アヤックス先制1対0。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあ、ボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったっていうところじゃないでしょうかね、うん、なるほど。クロスを選択、前のスルーパス、ヘディング、アヤックス追加点。アヤックス立て続けにゴールを決めてきます。頭で正確に流し込んできました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。マグロン今日2点目のゴールです。さあアヤックスボールです。ゲームは60分です。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。アヤックスとしては来た、追加点、素晴らしいプレーでしたよね。
試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。見事なバイシクルシュートが決まりました。マグロン、当然ハットトリックということになります。のクリアですね。タッチ終わったところで笛が吹かれました。試合終了、1対0アヤックス勝ちました。勝利で最終節を締めくくりました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ試合が終わりました。試合の組み立て方や攻撃のパターンなどを見ていてもお互いの特徴がよくわかる試合内容でしたね。シーズンを戦っていく中で作り上げていった自分たちの形なんでしょうね。そうですね。来シーズン新たな戦いが始まります。さあ皆様お別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送